わためとサプラスのホロライブクッキングテスター。自主管理、いや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 、人始まりました。公式お料理企画です。ホロライブのね、食材担当ではなく、実はスーパーミラクルハイパー羊シェフの角巻わためです。今日はね、よろしくお願いします。ごつもくせよ。好きな食べ物はハンバーグ。食べる担当、食物連鎖の頂点、ラプラスダークネスです。ハンバーグ今日出んのかね。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ。クッキングテストの名前の通り、レシピに関する筆記テストに、わためとラプちゃんがそれぞれ挑戦をしまして、ああやったな、テストの回答通りに調理をした料理が出てくるので、ちゃんと美味しいものになっているのか、食べて確かめてみようという企画になっております。いや、もうめっちゃ自信あるっす。わためさんに我が輩の激うまレシピの料理食わしてやりますよ。不安でしかないよ。なんで、どういう意味だよ。調理はね、プロの調理師の方にお願いしておりますんで。すげえすげえ。そこはね、みんなもご安心ください。それではクッキングテスト1品目に参りましょう。じゃあ1品目の料理はこちら、コロッケです。もうコロッケ好き、いや、わかる。芋は何にでも合う。いや、本当にそう。何にでもなる。あの、我が輩の故郷のコロッケうますぎて、週3で食べてました、本当に。いや、わかる。お肉屋さんのコロッケとかめっちゃ食べてた。マジでうまいっす、マジで。え、何コロッケ？牛肉コロッケです。当たり前じゃないですか。いいね。かぼちゃとか食べねえの？いや、もう邪道。コーンクリームコロッケとか。いや、もう邪道。でも牛肉コロッケしか食べられません。コロッケ好きって言っていいんですか？なんでだよ。じゃあ今回は、はい、ラプちゃんに定番のコロッケのね、テストに答えてもらったので、はい、調理の様子を見ていきましょう。はーい、テストでクッキング。きたきた、ほら見て、じゃがいも切って、ちゃんと芋使ってる。じゃあ当たり前だ。じゃあ芋はわかります。芋使ってる。茹でる茹でる茹でる。とりあえず茹でる。茹でてる茹でてる。とりあえず茹でる。合ってんじゃない？合ってる合ってる合ってる。あ、玉ねぎ。玉ねぎ入れるの？玉ねぎ玉ねぎ。あれあれ。いらないっす。なんで？いらないだろ玉ねぎ。いるだろ玉ねぎ。入ってなくていいんだよ玉ねぎ。なんで？わ、これ。いや、いいね。高級和牛って入れときました。してるよ、キラキラしてる。手際いい。もう普通の牛肉とかじゃなくて高級和牛ってわざわざ書いといたんで。いや、さすが。いや、わかりました。グッジョブだね。美味しいの。見て見て、ちゃんとつながる。よくない？時間かかりそう。もちもち。お、いいやん。いいでしょ。もちもち。え、いいでしょ、このもちもち感。頑張って潰してくれてるよ。美味しそうだよ、もう。塩、マヨネーズ。わかんない、なんとなくマヨネーズ入れました。え、でも美味しそうじゃね、普通に。まあ美味しそう、見た感じ。美味しそうですね。コロッケっぽい。よくない、よくない、よくないですか、よくないですか。美味しそう、美味しそう。ほら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 、形になってるよ。美味しそう、美味しそう、美味しそう。小判型、小判型にまとめる。お、お、お、あ、カンニングしてます。カンニング。え、これってこのレシピ通りにこのまま作り続けていいんですか？え、疑問に思ってる。不安になってるよ。確かめちゃってんじゃん。不安になってんだけど。大丈夫。いきなり卵。溶き卵、いいやんいいやんいいやん。え、いきなり卵。小麦粉。くっつくそれ。小麦粉っすよ、小麦粉。え、この後もしかして。え、待って、逆だったかもしんねえ。これ、くっつかねえじゃねえの。逆だったかもしんねえ。まぶさってねえ。逆や、間違えたっす。あ、これ何度かな、これ。適当こきました。え、お、あ、まあ、え、どうなんだろう、まあ、100？ な、そんな効果をつけんなよ。ぽよよみたいな。100度でもいいでしょ。あ、静か揚げ、静か揚げ。なんか思ってたコロッケ。静か揚げ、静か揚げ。心入ってるみたい。気持ちよさそうにしてんじゃねえか、コロッケ。終わった。いいじゃん、いいじゃん。終わった。どうすか、なんか思ってたコロッケと違うんだけど、うん、え、でも美味しそうじゃなかったっすか、普通に。なんかもっと頑張れたと思う。コロッケくんのことなんだと思ってるんですか。もっと頑張れたと思うよ。あれ、サクサクするのかな。ごちゃごちゃ言ってないで食べるんですよ。え、なんかやだ、キモい。なんか
べちゃ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 だ、なんか。あ、でも匂いは匂いいいじゃないですか。そうだね、うん、牛肉と芋の匂い、うんうんうん、コロッケじゃないですか。コロッケなのかな。じゃあ我が輩食べてみますわ。じゃあ、うん、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。熱い、熱い、味ない。え、食べてみてほしいっす。ちょっと渡辺さん食べて。いただきます。お願いします。いや心配だな。いやいやいや、もう楽しみでしょう。わぁめちゃめちゃだ。いや、めちゃ素材の味。そうそうそう。いや、もう食べた瞬間の感想、うん、あっしかない、あっですよね。リアルなリアクションしちゃうね、うん、リアルですね。これはこれはちょっとなんか不甲斐ないっす、うん、誰だこれ。自信あったやつ。いや、これコロッケじゃないです。うん、コロッケじゃない。ラプちゃんにコロッケ、うん、テストの点数を自分で決めてもらいたいと思います、はい、何点ですか。よく頑張ったでしょう、うん、ごめんな、お前コロッケにしてやれなくて。食べてやるから。それではクッキングテスト2品目。イエーイ。2品目の料理はこちら、唐揚げだ。やったー。みんな大好き唐揚げです。渡辺先輩は、うん、唐揚げ好きですか。え、大好き大好き。最強じゃん。じゃあ作れますよね。まあね、我が輩の好きな食べ物を三重師がいて、唐揚げ、オムライス、ハンバーグなのね。お子様だな。うるせえ。いや、でもわかるわかる。レモンかける派ですか、かけない派ですか。あ、日によるかな。日による。え、どっちどっち。唐揚げにはマヨネーズなんで。マヨネーズ。逆に、もうコメント欄のオタクたち切れてますよ、もうブチ切れ。マヨネーズかけんなら。見たことないよ。やばいっすよ、もうマヨネーズみたいな髪の毛の色しやがって言われますよ、もう。料理できるみたいな感じでおっしゃってたんで、うんうんうん、自信のほどはどうですか。まあね、伊達に料理されてないっす、うん、うっそー。もう任せてください、美味しい唐揚げ食わしてやりますよ。やったー、うん、それじゃあウキウキ唐揚げテストの調理の様子を見ていきましょう。テストでクッキング。かわいい。あれ、お、調理師さん変わってる。変わったね。来たよ。これ何、鶏もも肉。あ、はい、鶏もも肉ね。もも派なんだよな。いや、もう全然 OK っす。胸よりはね、ももの方が好き。いい、お、いいや。お、知ってる。醤油、お酒、醤油。お酒知ってる。生姜。いや、鶏の知ってるに決まってるじゃないですか。30分。あ、いいや、これで味がつくんだ。味つくんだよ。なるほどね。え、ご飯かと思った今。粉が薄力粉、片栗粉をまぶす。ほうほうほう、まぶして、お、いい感じよ。え、唐揚げっぽいやん。もう唐揚げっぽいっす。もう匂いしてくる。色も匂いしてくる。もうしてくるっす。揚げてないのに。え、もう揚げんの。ほら、パチパチ言ってるよ。えぇ、ー、パチパチ言ってる。すごい、これが油だ。さっきのコロッケと全然違う。おいしそう。え、おいしそう。使ってないもん。え、すごい。お湯に使ってない。いや、もうめちゃ、あの、悲鳴あげてますよ、唐揚げくんたち。ね、あちゃちゃちゃってなってる。あちゃって言ってる。すっげえ。うまそう。え、二度揚げ。そうだよ、二度揚げするんだよ。うわぁ、いや、美味しそう。これで、うん、身がいい感じに。え、うん、まさかの、あ、ジヤピー。レモンついてる。おしゃれやん。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。あ、ちょっと真面目にやりすぎたかな。いや、いい、全然いい。ただ飯企画なんで。え、もうごちゃごちゃ、うるせえ、さっさと持ってこいってやつですよ、これは。やっと、え、めっちゃ美味しそうじゃないですか。ね。え、ガチでやっちゃったよ。めっちゃいい匂いしてる。いや、めっちゃいい匂いしてる。やばいっす、もう。早く食べたい。食べたい。いや、でもさっき我が輩から食べちゃったんで、今回は渡辺さんから食べてみてくださいよ。めっちゃいい匂いだよ。ずっと匂い嗅いでんじゃねえ。めっちゃいい。さっさと食べてくださいよ。食べます。いただきます。はい。あ、音も、うん、うわ、うん、うわー、美味しそう。え、美味しいですか。うまい。うわ、もうちょっと味濃くてもよかったかもしれないけど、うまい。めっちゃいい。じゃあいただきます。どうぞ。うわ、お、うめえ。
お、なんか嬉しい。わためさん、うち、ん、に来ないか。うん、4個ぐらいあるけど全部食いたい、うん、食いたいですもん今、ね、食べたいよ。めっちゃ美味しい。まだ一口しか食べてないもん。店開きますよ。ほんまそれは盛りすぎ。食べに行きますもん。それは盛りすぎだな。採点したい我が輩が。お、いいよ、してわためさんの点数はドキドキ。はなまるよくできました。イエーイ。これ全部食べます。申し訳ないけど、全然今収録とか気にせず全部食べます。美味しいね。うん、これただのもぐもぐ動画になってるけど、もうホロライブの食材担当じゃなくて、うん、料理担当としてやっていきますよ。本当に、うん、作るがいけるかな、うん、でもな、多分誰かと作ったら、うん、食材されるんだよ。うん、絶対されます。続いてが最後の一品です。なに、最後の料理はこちら。早く食べさせろ。ラプちゃんの大好きなハンバーグー。やったやった。もちろん、うん、ラプちゃんのテスト結果で調理を行っていきます。わためさんのでいいじゃん、ね、なんでだよ。ちゃんとしたハンバーグ食わせろよ。まあでもいっぱい食べてきたもんね。昨日も、うん、一昨日もその前も毎日昼ご飯ハンバーグなんで、うん、作ったことはないです。ないの。ないです。ふわ。ではラプちゃんの回答と調理の様子を見ていきましょう。テントでクッキング。頼むよ。はい、玉ねぎ入れてくれよな。あ、いらないんだよ。いる。玉ねぎはいらないんだよ。玉ねぎがうまいんだって。ひき肉的多ければいい方がいい。何グラムだろう、わかんねえ。ここに塩コショウとか、焼いてる時にひびが割れたりしないように。普通はって言ってる。普通はとか言ってる。卵とか、うん、あれもしかして、あれでかっ。でかっ。夢のようなハンバーグでしょ。おまじないして。え、どうやってやるんだろう。おまじないをして息を抜く。お、やばい、やってくれるのか。これやるんですか。先生お願いします。どうしても。やばいやばい、ちょっと渋ってるやん。焦ってる。何さしとんねん。美味しくなーれ。萌え萌えキュン。ありがとうございます。美味しくなった。かわいい。先生ちょっと何やらしとんねんスタッフ。お、こっち食わせろ。空気を抜くんだよこれ。ペッタンペッタンするんだよ。じゃないとスカスカになっちゃう。お、でかい。サイズの違いがすごい。うわー、でも夢のようなハンバーグだよ。逆にあり。うわー、うまそう。火通るか心配だな。え、確かに。めっちゃ薄めてくれてる先生ね。え、めっちゃ美味しそうじゃん。うもうジュルジュル、あそこすいペロペロしたいですもん、あそこ。肉の塊。肉の塊。うわー、肉の塊焼き。うおー、うすげー。すごい音してたよ。ペチペターン。すげー、いい。これもうステーキじゃね。確かに。確かに。いい感じの火。いい感じの火ね。うん。どれぐらいなんだろう。生だったらどうしよう。ね。でも多分いい感じだと思いますよ。心配だよ。火通ってるかな。多分いい感じだと思います。あ、でもうまそう。ソースはマジ。ソースはガチっすマジで。わ、え、これなんか意外とうまそう。美味しそうだったっすよね。ね。食べよう食べよう。食べよう。来た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 。でっかー。でっかすぎんだろ。うわ、めっちゃいい匂いするけど。ちょっとわためさん食べてくださいよ。先食べていいの？いいですよ。あ、ちょっと別に毒味とかじゃなくて。え、な、先にどうぞ。お前測ったな。先。ちょ、いただきます。はい。うん、おいしい。ね、うん、ハンバーガーの中身みたいな。美味しいじゃないですか。うまい、めっちゃうまい。え、ソースがうまい。あ、何でできてんだろうこれ。え、これはあのウスターソースと砂糖とケチャップです。うまい。ちょっと食べたい。はい、ダメ。なんでだよ。じゃあいただきます。焦げてるくらいが美味しいんですよハンバーグは。うまい。でかっ。一口でかっ。どう。お、うめえ。どう普通に美味しいです。ね。うん。
普段食べてんのと比べてどう、うん、何かが足りない感じはします。マジワイルド肉って感じですね。ね、ハンバーグではないな。結果何点でしょうか。次回頑張りましょう。改善点あり。改善点あり。次回頑張りましょう。調理師さんもえもえキュンさせてごめんね。本当だ。実はわための回答通りに作ったものもあるらしい。食べたい食べたい。わためバーグ。やばい、もうサイズが違いすぎ。食べたい。食べて食べて。いただきます。結構自信あるよ。え、本当ですか。ハンバーグ一番自信ある。え、これパン粉じゃなくて牛乳に浸した食パンを。そんなことできんですか。そう、細かくちぎって。テクイテクイ。いただきます。どうぞ。うん、うん、うん、ハンバーグ。あったか。めっちゃ美味しいっす。嬉しい。持ち帰って食いたいぐらいですね。いただきます。はい。うん。美味しいっすか。うまい。いや、ハンバーグですよね。ハンバーグ。うんうんうん。そう、ハンバーグなんだ。これが。柔らかい。今日はマジで美味しいご飯食べさせてくれてありがとうございます、わためさん。いや、とんでもございませんよ、ラプラスさん。ラプラスさん、やばい。わためさん、どうでした。いや、神企画じゃね。え、そう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 、マジマジマジ。週一で呼んでくださいね。なんか公式番組をやりに来たというよりかご飯食べに来たみたいな。ね、いや、わかる。なってますよ。ラプちゃんの手料理が食べれたというのはやっぱ嬉しいよね。なんかなかなか見ない、ね、わためさんのいいところが見れたんじゃないですか。でもなかなか見ない。お料理上手ってあんま言わないじゃないですか。確かに料理できます。料理企画お待ちしております。料理できません。料理企画食べる担当お待ちしております。お願いします。セットでお待ちしております。セットでお願いいたします。